はい、皆さんこんにちは。今回ですね、天気について話していくんですけど、まあね、9月前半、まあ、9月に入ってね、まあ、1日から気温見てたんですけどね、すごい涼しい気温でね、うん、東日本とかね、関東とか中心にね、続いてて、で、まあ、僕はね、外を歩いてたら、9月に入ってね、おー、これ、本当に9月に入って秋が来たんだなってね、思ったんですけど、なんか今になってね、なんかちょっと気温が高い状態が続いて、で、9月のね、10日とかね、あと13ら辺、うん、その辺はね、ちょっと30度いっちゃったんですけどね、うん、まあ、東京ではですね、うん、横浜とかその辺はね、なぜかね、今のところ9月、真夏日ゼロなんですけどね、うん、まあ、この記録も結構珍しいと思うんですけどね、うん、で、まあ、そっからね、もう横浜とか真夏日ゼロかなと思ったら、実はそうにはいかないんですよね、うん、なんとね、9月末は残暑がぶり返す、高温に関する早期天候情報というのが出てしまいましたね。あ、もうこれちょっと笑いどころじゃないんですけどね、うん、まあちょっと、うん、残念だなっていう気分にはなるんですけど、うん、やっぱりね、このね、9月の涼しさの9月前半のね、涼しさの反動のせいかね、やっぱりどっかでね、残暑がね、続くっていうかね、復活するんだなってね、うん、思ったんですよ、やっぱり。うん、で、まあ、今になってね、なんか、今日は30度いくかいかないかぐらいのね、気温でね、うん、明日になってね、31度とかね、32度、3度ぐらいとかね、まあ、そんぐらいのね、予報が出ててね、うん、なんか、すごい、一気に季節が戻ったようなね、まあ、そんな感じですよね。うん、で、まあ、そうですね、うん、早期天候情報、確かね、これ10月5日ぐらいまでね、少なくも続いたような気がしますね。うん、で、まあ、関東や西は、関東、まあ、関東も含めんだろう、うん、9月末から10月初めにかけて、最高気温が30度を超えるところがある予想で、まだ暑さ対策が必要になりますということで、まあね、去年はね、もうこの時期はもう30度超えない日はね、うん、普通にあったっていうか、もう全部はね、30度超えなかったんでね、うん、確か9月のね、真夏日の最後の日がね、18日でしたかね、去年は。うん、まあ、それ以来ね、このっていうかね、去年の2020年はね、30度超える日はね、東京とかね、横浜にはなかったんでね、まあ、関東周辺もおそらくもうみんな30度いってないところがね大半だと思うんで、うん、まあ、そうですね、うん、残念ながら今年は9月中にはいかずに10月以降にね、最後の真夏日になる可能性がね、現実化しそうでね、うん、まあ、僕の予想としてはね、もうこの涼しさの反動からね、うん、まあ、10月は、最悪5回以上、あるかもしれませんね、うん、まあ、すごい悲しいことね、あっさり言っちゃいましたけど、うん、逆に春から夏に変わる時期、うん、まあ、初夏の5月でもね、2年前に、4日連続30度をね、超えた時がね、東京にあって、まあ、それと同じようなね、現象が、この来月のね、初めにかけてね、続くかもしれないっていうね、まあ、そんなちょっと、怖い予想がね、見えてきたような気がしますね。うん、で、まあ、最後の真夏日がね、うん、問題というかね、うん、まあ、そこが一番今回重要な話なんですけど、
もしかしたらね、まあ、横浜は10月中にはさすがに終わるんじゃないかなって思うんですけど、もしかしたら場所によってはね、この高温がいつまで続くか分かんないんですけど、盆地とかだったら、もしかしたら11月近くまで続くんじゃないかってね、思うんですよね。まあ、東京でももしかしたらワンチャン11月に真夏日がね、あるかもしれないですね。まあ、来週は暑くなるっていう予想が出てね、9月28日頃からの5日間。となると、まあ、さっき5日って言ってますけどね、10月3日、あたりですかね。まあ、そこら辺まではね、高温状態が少なくとも続くっていうことですね。で、まあ、これ地域によってバラバラなんですけどね。まあ、全国的に、来週は暑くなるっていうことですね。お、危ない危ない。でね、もうこれいいや、ちょっと。週間予報を見ると、まあ、こんな感じですね。で、今ね、これ撮ったのが22日なんですけどね、これが気温29度っていうことでね、まあ、これ東京の方なんですけどね。まあ、この前後ぐらい、今日は気温が上がるっていうことですね。もしかしたら今日も30度いく可能性はね、高いってことですね。ね、まあ、予報見ていくとね、明日がね、すごい暑くて、32度とか予報出てますからね、なかなかこの時期にね、32度っていうとね、うんざりしますがね、まあ、そうですね、逆に、初夏のね、まあ、5月、6月でもね、7年前のね、6月1日なんてね、東京33度でしたからね、まあ、同じぐらいのね、気温なんでね、この時期は。平均気温はね、まあ、それはまあ、関係ないか。まあ、こういったようなね、真夏日がね、起こりやすい時期でもね、まだあるんでね、32度、33度、31度、30度、25度。やっぱりね、気温の高い日がね、平年よりも気温が高い日がね、続くってことですね。30日に28度って書いてあるけど、まあ、これでもね、時期的には高いですよね。で、10月1日の方がね、29度、なってますけどね。まあ、これ29度でも結構高い方なんですけどね。まあ、最高でも33度になる可能性もね、ゼロではないってことですね。2日27度となってますけどね。これもしかしたら30度いく可能性があるかもしれないですね。27、29度。まあこれ29度止まりか。でもこれさ、これも多分、もしかしたら30度いくな。29、29、29、29、28、28。まあこれはね、あくまで1週間以上先の予報なんでね、予報が変わる可能性はね、十分ありえんですけどね。まあ、こうやってね、気温の高い日がね、続くっていうことですね、予報を見ても。で、2週間予報を見ても、これがひどいな。ひどいな、ひどいな。やっぱり33度。横浜でも33度ってこれ相当暑いですよ。結構。この時期で33度って、横浜で今まで真夏日がなかったのに9月中、なんでこんな気温上がるんだってね、思いますよ。おそらくこれもしかしたら新記録いくかもしれませんね。9月としての。あ、でもっと上あるから。まあ、猛暑日は日中はあるんでね、横浜でも9月で。32度。熊谷の方がちょっと、まあ、これでも暑いんだけどね、ちょっと気温が低い状態ですね。まあ、東京とかよりもね、若干1度ぐらい下がるという状態ですね。で、24日もこれ30度予報が出てますね。下一応見るけど、これもね、茨城は29度止まりなんですけどね。まあ、茨城はそんなに意外と暑くないところなんでね、普段は。
となるとね、結構、これもやっぱり気温が高い状態が続いてますね。で、まあそうですね、5日30度、東京30度、横浜29度、まあこれも多分おそらく30度いくと思いますけどね、このペースだと30度。これもしかしたら32、3度ぐらいまで上がるかもしれないですね。恐ろしい現実を言うと、30度、埼玉も30度、熊谷も30度。そうですね。やっぱりね、なんか、この9月1日になって涼しいかなと思ったら、やっぱりなんかね、落とし穴あるんじゃないかなって思ったんですよ。やっぱそれがね、今回、悪い意味で当たってしまうっていうね、そういったようなね、恐ろしい現実がね、見えてきたような気がしましたね。なので、まあ、9月下旬からだと言ってね、だからといってね、必ずしも涼しくなるわけじゃなくてね、もう逆に暑い日がね、これから続くってことですね。まあ、これからね、緊急事態宣言解除してますけどね、まあ、それとともに結構外出する機会もね、増えてくるんですけどね。まあ、マスクはね、相変わらず、必要となると思うんでね、マスクした上にね、暑いってなるとね、結構、ね、まあ、去年、今年もね、暑いね、夏を経験したこと、人もね、いるかもしれないですけどね。まあ、そうですね。引き続き、体調管理にはね、必要となりますね。まあ、これから先、冬どうなるかわかんないですけどね。まあ、なんか、このペースでいくと、なんか、冬もなんか、逆になんか寒い、ね、冬になるかもしれないですね。なんか今、ラニーニャ現象がなんか起こりやすいみたいな、今そういったような状況がね、起きかねないっていうな、そういったような感じがね、アメリカの予報ではね、そうなってますね。なので、引き続き、最新の予報にはね、注意が必要ですね。では、今回はここまでしたいと思います。最後まで、ありがとうございました。